5分でわかる蒸発ニーミヤ編成。今回はヨイミヤ、ニーロ、イエラン、ベネット4人の編成の紹介です。パーティーの概要、ヨイミヤとニーロを利用した蒸発編成。主な火力はヨイミヤとイエランに依存しますが、聖剣ニーロでの熟知バフや水共鳴でのイエランの火力強化、ベネットバフ炎共鳴でヨイミヤの火力強化など、他のキャラたちはサポーターとして機能します。スキル爆発の性質上単体戦特化の編成。正直ゆくやきイエランを利用したダブルハイドロ編成の方が使い勝手はよく、推しキャラを組み合わせて使いたいと思っている人向けの編成だと思います。ヨイミヤは飛来しめ縄アタッカービルド、ニーロは聖剣沈輪戦眼 HP 盛りビルド、イエランは弱水絶縁用サブアタビルド、ベネットはキリギリ共感用バフ特化ビルドです。各キャラ、ヨイミヤは蒸発反応を利用して火力を出すメインアタッカー。スキルから通常で約 1.1 秒ごとに炎付着、高火力な蒸発ダメージを出します。本編成ではシールドキャラがいないため立ち回りが重要。ヨイミヤは中段耐性が低いため蒸発ローテが崩れてもできれば回避を優先した方がいいです。また本編成では爆発も火力源として重要なため、生物が締め縄ならサブステでチャージをある程度漏れた方がいいです。ニーロは蒸発反応用の水付着薬、スキルはスキル派生させ裏から水付着環境を作ることでヨイミヤの蒸発を支えます。ローテーションをうまく組めば爆発の2倍蒸発で火力を出すことも可能ですが、あまり無理に打たなくても OK です。 HP 盛りで聖剣熟知バフを配れるようにするのがおすすめです。イエランは爆発追撃およびスキルでの蒸発で火力増用するサブアタッカー。今回はニーロがいるため水粒子を確保しやすく火力要請推奨。火力が HP に依存するイエランとニーロ水共鳴との相性が良く、高火力を裏から叩き込みながら水付着およびヨイミヤへのダメージバフ分配など様々な効果があります。ベネットはバッファー兼ヒーラーサポート、炎共鳴共感熟知バフも利用して主にヨイミヤの火力を強化します。自身爆発でも蒸発反応を乗せることで火力増えできます。これを踏まえローテの参考、まずはヨイミヤの爆発からニーロの爆発で蒸発火力を出します。ニーロスキルで水付着環境および聖剣の熟知バフを起動、ベネットの爆発で蒸発火力、スキルで炎付着、イエランのスキルで蒸発火力爆発を起動します。以降はヨイミヤに切り替え、スキルから通常を打ち込んでいきます。この時回避するのが嫌な人は勝利やタンクフェイなどシールドキャラを使うのがおすすめ。終わり次第ベネットやイエランのスキルで粒子回収をしてサイドローテを回していきます。最後にこの編成でバージョン 3.1 螺旋12層を攻略します。よければチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。ほら、見逃さないで。全力攻撃だ。かかれ、終わりで撤収。捕まえた、言ってるで。闇の花が3人前、みんながそばにいてくれれば絆だ。糸よ、凍ったりせえ。花火に火、ふっそりゃ消えよ。神してよ、火よ、火神を起こせ。凍ったくせえ、言ってるで。やっ、やっ、やっ。
の花が君に舞いよっよっ花火見ひおっとやきふっやっほな頑張るよはっみんなは俺が守れ燃えろ痛がっちゃいないとどの芽が出るかしら言ってるでえっ